ワッキー貝山の夏ガチャ紹介。どうもワキワキワッキーワッキー貝山です。パンダパンダハムです。さあコスモスの自販機をやるコーナーだぜ、ね、はい、そんなわけで、はいはい、もう前回が、はい、とりあえず脱退消しゴムということで、まさかの4連発だったんで、はい、なぜか疲れてます。お互いちょっと息上がってますね。そうですね、はい、まあ衣装を見れば大体タメ撮りかなって分かると思うんですけど、タメ撮りじゃないですよ、毎回違いますね。さあそれでは今週も、はい、コスモスの自販機レプリカ作ってもらいました秋元さん、ありがとうございます。はい、さあやってみましょう。参ります。やってみよう。来た、じゃん。お、これです。何の何の、今回はですね、こちらエリマキットさんでフリフリくん、フリフリくん、はい、後ろ見てわかります。なんなん、自転車につけるっていうね。はい、これ昔キャンプって翼で出たと思うんですけど、うん、覚えてる？なんか襟巻きとかでも見たことあるなと思いました。あ、そうね、最近ちょっと襟巻きとかで続いてるかもしれないね。あのこの間ペッパタパタ、あ、そうですよね、違うんですよ、これちょっと組み立てました、ね、こんな感じです。じゃん、でかっ。思った以上にでかっ、まあ、要はそのこの自転車の、はい、あの、いや、そのハンドル部分につけて、こうやってうおうおうって動いて、襟巻きとか言って、これあの襟巻き広げてパタパタって感じを自転車でこうやって楽しむ、あ、ほら、うわ、ここの首がえぐい角度にでしょ、ここね、2つに分かれてるんで、ね、ちょうどいい感じでスタコラスタコラって思って、あんまりやっちゃうと首とで胴体がずれるっていうか、はい、砂利道が通っちゃう。なあ、かわいそうか、これ自転車つけてたら目引きます ね、これ結構当時欲しくてね、はい、ただあんまりスピード出していくとどっか飛んでっちゃうんですよね。ダーって言った時に後ろからついてきたね、シャベコにこれ踏まれたりして、ですから完品ってなかなか残ってないんですよ。ね、いいでしょ、想像しちゃうな、ね、これはね大人気だ、この発想面白いです ね、ちょっと似てるな、似てます、ほら、おおおおお、フリフリハンナ君じゃあ攻めでした。おー、もう今令和の時代ですね、令和ですね、昭和の時代に添えるってなかなかいい顔ですよ。すごい、僕はもうあれですよ、同期だと思ってます。どうぞ、ではない、年齢差相当あるんですよ。全然同学年でよろしくお願いします。さあということで、はい、ね、当時はワクワク動物ランドとかですね、はい、あとはミラージュの CM なんかでおなじみになりました珍獣エリマキト君がこういうふうにフリフリになって自転車のお供になったというね。はい、今回はエリマキトコゲフリフリくんをご紹介でございました。チャンネル登録そのままの勢いでよろしくお願いします。そのままの勢いでグッドボタンもお願いします。はい、さらにこちらに載っているシールバッジ欲しい方もコメント残してね。はい、はい、え、これは全部このままも入ってるんですか。組み立てて、じゃあただ箱の中にグイッと入ってるんで、うん、これ出てます。え、ビヨン、見えちゃうんだ、ちょっと手切ったりしてもう昭和のダガングは油そとかぶってる、はい、